どうもんちゃー、スレホシクです。今回は9月5日ベルティコの下方修正と同時に新しくエクストラクタ役として参戦したアストレイゴールドフレーム天津美を取ってきました。はい、まあこのキャラもね、結構待望のエクストラクタ役というか、まあ結構ね、皆さん待ち望んでいたんじゃないでしょうか。俺は結構ね、待ち望んでいました。うん、結構まあキャラかっこいいからね、あと使ってて楽しいし。で、まあエクストラクタ役ってね、大体こう新しい武装一つ引っ下げてくることが多いんですけど、このキャラも例外ではなく、この横特区が新規で追加されて、これがね、マジで強いんですよ。まあなんだろう、こう、ハイニーのね、横特区みたいな軌道で回り込むタイプの格闘で、当たったらそのまま相手を前方に引きずりながら、耐久40回復するというね、カット耐性抜群なんですよ。従来の特区ってやっぱりこう、回復量は多いんですけど、カット耐性が皆無だったんですよね。うん。そこがね、こう改善されてて、まあ、その分ちょっと回復値はね少ないんですけど、N トカゲは出し切りで70回復で、これが40回復なんで、まあそこはさすがに差別化図られてるんですが、それでもね、こう時間効率とカット耐性の良さがね本当に良くて、でね、考えついたのが爆弾です。爆弾で回復しながら L カグ回すっていうのが、従来の金枠だとちょっと難しかったんですよね。理由はこう爆弾ってダブルロックで戦う状況が多いんですけど、ダブルロックの状態で N 特化で回復っていうのがあんまりやる暇ないんですよね。なんですけど、これはね、できるんですよ。あと、この横特化でひたすら移動するっていうのがね、こう、まあやっぱり爆弾の前ってやっぱ結構機動性が必要なんですよね。そこも補われてね、まあマジで強い。あと、変更点他上げるとね、マジで強いなと思ったのが、ミラコロから BD 角が出るようになってて、まあミラコロから前角の入力で、まあ金枠の BD 角が出るようになってるんですけど、これがね、むちゃくちゃ伸び、信じられないぐらい伸び、本当に。で、プラスカット耐性もあって、BD 角自体がダメージ効率がいいんで、これはもう爆弾やるしかないでしょ。ということで、今回は爆弾してきました。2試合目の方がね、実況とか、あとまあ他のちょっとした変更点もあるのかな。まあそこを解説しながら2試合目いきましょう。はい、続く2試合目、お相手が敗入とシャーザク、相方これ、ユラのストフィですね。そう、これね、カード入れ替わってる理由は、まあ、多分皆さんもね、お察しの通り、ね、俺当たんなかったんですよ、これ。俺のカード。40回引いても当たんなくて、ユラが10回ぐらい入れたんで、今回ユラのカードで撮影しております。乗ってんの俺だからね。はい、で、あとは変更点としては、横角かな。横角のテンポが速くなったり、とか、まあ、細かい修正がありますが、そろそろ実況の方に移りましょう。で、まあこのキャラ爆弾やるときは基本的には横特化のね、新ムーブで、もう派手な動きで相手のロック引きつつ、まあミラコロ格闘とか差し込んで、で、コンボに横特化を組み込んでカット耐性を気にしながら回復をして L 覚醒を回すといった感じでやっております。これが強い。で、あとね、このキャラね、まあその、新ムーブが派手っていうのもあって、ロック引きつけられるのでね、ミラコロの格闘のね、特性上、結構相手が見ないといけない状況が多いんですよ。やっぱりね、この格闘見てないと当たるんで、まぁ、ちょっとこのね、新規のこの、ミラコロ BD 角に関しては見てても当たるっていうぐらいやばい性能してるんですけど、まぁ、なんでね、だいぶロックを引きつけやすいんですよ。で、まぁ、従来だとやっぱりロック引いた状態だと回復できねえんだよなって感じだったんですけど、回復できるようになったんで、この横特化の追加かなり大きいですね。さあ、格闘、さすがにね、これね、横とかね、判定あんまり強くないんですよ。さあ、シャーザクになんかいろいろ噛み合って、一回コンボ入って、横とか組み込んで回復しつつ、L 覚醒を回して。そう、L 覚醒のね、回す量が尋常じゃないんですよ、このキャラマジで。さあ、ちょっとガバッタが、まあ、とりあえず N 特化入れとこうって感じで、70回復して。あ、ちなみに、これね、こういう、ミラコロ特化って、ミラコロじゃない、特化の回復って、初段がね、回復値が多いんですよ。横特化の初段が15回復の N とかが20だったかな。なんで結構ね、ダウン追撃とかに入れてもしっかり回復できるんで、そこら辺忘れずやるとね、いっぱい回復できます。さあ3試合目行きましょう。はい、続く3試合目、お相手がパーフェクトストライクとバルバトスループスレックスですね。はい、で、このゲームのね、横特化ね、これミドルロックでやってもね、動きます。タイアックスとかエクシアと一緒だね。まあ、なんで、攻めるとき、逃げるとき、どちらでも活用できるから、しっかり覚えていきましょう。はい、で、あと、今のね、ミラコロ横角がね、相手のメインを避けながらかっこよくねじ込んでいたんですけど、これね、まあ2000の金枠同様、今作からのね、変更で、しっかり回り込むようになってるんで、で、相手のメインとかもね、しっかり避けられる性能してるんで、ね、状況に応じて、ミラコロの格闘の選択は変えていった方がいいと思います。まあ、相手に見られてなかったら、ミラコロ BD 角で、伸びでね、しっかり、取ってって、で、見られてたら、横角の方がいい、個人的には。横角で相手の球すり抜けながら、角とねじ込んでって感じで。さあ、それでは、そうそう、実況の方に移りましょう。さあ、とりあえず、L 覚醒回しまくって、280で溜まってない。これだいぶ美味しい。
さあ、まあちょっと相方がロック取られてたんで、横とかぐらい突っ込んでロック取ってと。さあまあね、とりあえずね、もう被弾はね、気にせず、ひたすら L 覚醒を回してればね、仕事してるっていうぐらいの意識持ちでやんないとね、爆弾の前は持たないんで。さあ、横とかぐらい相手に近寄ってからのミラコロ、前格闘。このね、ミラコロもね、なんか前特写が追加されたのかね、今作で。2000同様。まあなんかこれのね、使い道がちょっとね、模索中なんですけど、まあ相手の上取ったりできるんで、割と強いのかな。さあ、B リーガーから横特角からの覚醒技。これね、覚醒技のね、耐久の回復値すごい。なんか、100いくつ回復してるんで、これね、覚醒技入れるだけでね、実数耐久が680になるんで、まあ暴論だけど。まあなんで、まあ暇あれば覚醒技っていきましょう。最終弾とかはね、カットされてもね、正直最初の打ち上げてからガリガリガリのところさえ入れば耐久回復できてるんで。さあ、といったところで、覚醒が L 覚醒3回目溜まりそうですね。さあ、相方もなんかもう耐久409の状態で L 覚醒回して2回目の覚醒が溜まりそう。これはもう爆弾の L 覚醒の強さですね。さあ、と思ったらちょっと調子乗りすぎてやられたが、しっかりブースを使い切らせたところ、ストライクイダムが取って3試合目終了ですね。そう。だね、こんな感じでね、覚醒の回す量が尋常じゃないんですよ。なんか、前にあったジオの L 角爆弾に似てるんですけど、ジオのね、L 角爆弾と違って、こっちね、格闘のね、カット体制もあるんで、強いんですよ。さあ、ラスト行きましょう。はい、で、ラストが、お相手が、ダブルオーカウントとザクスリー回ですね。はい、でね、そう、修正後のね、ベルティゴと戦ってきたんですよ。下方修正されてから。うん、あのね、マジでホバーチのビット弱くなってました、本当に。なんだろうな。何こんなんで避けれちゃっていいのっていう感じで。まあもう、そもそもね、ベルティゴのビットに対してのその感覚が麻痺しちゃってるのもあるんですけど、いや、マジで避けんの楽になってましたね。まあなんで、ベルティゴね、にね、アレルギー抱いてる方は、まあもうこれね、安心してオンラインやれるんじゃないでしょうか。うん。まあ、俺もね、結構ね、PDF のね、エリア決勝控えてたんで、そのエリア決勝でね、ベルティゴいっぱい出てきたらどうしようとか思ってたんですけど、まあとりあえず一安心ですね。はい。といったところで、そうそう、実況の方に移りましょう。さあ、これは、お互いの高コストが減ってないんで、爆弾対決になってくるのかな。お相手のザクスリーも L 覚醒なんで。で、まあ、なんか、まあ見た感じ、ちょっとね、こちらの方が25対2000の爆弾だと、やっぱ2000のが覚醒回すのどうしてもね、まあ、その、特角とか入れても、あっちの方がおそらく回るんで、できれば性能差で圧倒していきたいところではあるんですが、こちらが落とされてしまい。さあ、相方もまあ L 覚醒もらってんで、とりあえずは溜まりそう。まあ、ストフリーの方がね、覚醒溜まりそうってことは、相手のクアントも覚醒が溜まりそうっていう感じなんで、まあちょっとね、クアントの覚醒も警戒しながらやっていきたいところでありますね。さあ、相手のザクスリーを押して、おそらく相手のクアントもなんか溜まりそうな状況で、とりあえず立ってして、覚醒溜めたいといったところでしょうか。さあ、まあとりあえずこちらはね、爆弾の前同士。仲良く疑似対マンしていきたいですね。さあ、まあちょっとね、さすがに、こちらも覚醒溜まりそうな状態で、あとワンタデっていう状況で、ザクスリーのね、ワンパンもらっちゃうと結構取り返しつかないことになるんで、とりあえずは慎重にやっていきたい。さあ、相手の強化が切れたところをしっかり見逃さず、ミラコガの BD 格闘でそっからチューチュー吸ってって耐久回復量が半端じゃない。120ぐらい回復したのかな、今。130ぐらいか。すごいですね。さあ、相方のカットにしっかり入ってから覚醒技を入れて、覚醒技のね、このガガガガのところで全部回復しきるんで、あそこさえ当てちゃえばもうアドバンテージ取れます。さあ、ザクスリーも L 覚醒たま、回しているが、こちらね、だいぶ回復できたんで、おそらく落ちる前にもう一回覚醒吐けるでしょう。さあ、今のところね、ダウン値的な問題があったんで、ちょっとビリー角の初段からの特角入れてしっかり回復してと。さあ、回復めちゃくちゃしちゃうんで、超覚醒溜まってますね。とてもいい。これがね、やっぱ楽しいんだよね、このキャラ。さあ、横六角でしっかりぐるぐる動いて、ロックを集めながら、クワンタを壁際に追い込んで。さあ、ちょっと一回ザクスリーにソフトタッチをされるが、3回目の覚醒が溜まって、さあ、上を取って、赤ら保存から前特射からの、前格闘です、勝利と。そう、まあ、こんな感じでね、前特射も使えます。といった感じの、新規期待、まあ、新期待がエクストラ期待かな。甘津みんなでした。さあ、エンディング行きましょう。はい、こちらでございました。いかがでしたでしょうか。新規エクストラ枠、甘津みんな。いやー、横特角がね、マジで楽しいというか面白いというかね、
だいぶいい武装をつけてくれたなと思いました。うん、やっぱ従来のとかがね、どうしてもダウン的な問題があってね、頭悩まされてたんですけど、なるほど、その発想はなかったですね。相手を引きずりながら回復するという。うん、しかもね、まあ耐久の回復量まあ40もね十分でかいからね、2回やればね、メイン1回分はね確保できるし、でまあ横特化が当ててから出し切り傘は N 特化が入るんで、N 特化が当てれば合計110回復というね、もう破格の回復量でございますね。まあてか、まあ今作のね、てみなじゃねえな、ゴロフレーム自体が回復量がすごいんで、まあ爆弾マジでありなんじゃないかなと思いました。うん。はい、といった感じの、金幕でした。で、次回の動画、そう、めっちゃ撮ってきました。だからこれがもしかしたら投稿頻度上がる可能性があるんで、お楽しみに。まあ、毎回これ言ってね、3日4日経ってから上げることはいいんですけど、まあなんで約束はいたしません。はい。で、あれかな？ AD2、X2 とかそこら辺撮ってきたな。あと、ユラの高コストとか、そこら辺撮ってきたんで、ぜひお楽しみに。といったところでご視聴ありがとうございました。次回の動画をまた見てね。バイバイ。